はい、このブロック図を簡単にして一つの伝達関数にするやり方を、やります。適当にこの今フィードバックとフィードバックが入り組んでいるので、ここの信号のところを Z というふうに適当な変数を置いてあげます。でそうすると、ここに出てくるのは、JS2 乗 Z が通ってきて出てくるのが Y ということになりますね。なので、JS2 乗分の1に Z がかかったのが、Y だと。の関係が今1個ありますね。この関係からすぐに Z っていうのは JS2 乗 Y ということがわかります。これを利用して、解いていくことになります。それではやってみましょう。ここが R 引くことの Z ですね。なので、R 引くことの Z がここになります。で、MS2 乗分の1を掛け算します。で、ここの信号が今こういった形になります。でこれが y という信号をこんな引き算してくるのでマイナスの y というのがここの信号になります。で次にこの信号が k を通って出てくるので全体に括弧をつけて k 倍してあげる。そうして出てきたのが z ということになります。これを丸2式としましょう。で、丸2式に丸1ダッシュを代入すると、この Z を消すことができます。こうですね。ここまで来ると、最終的に、なんとか R イコールなんとか Y という形になりますので、適当に AB と置きましょうか。今最終的には R 分の Y が B 分のA というふうに求めることができます。ちょっと具体的にやってみましょうか。今こっちにちょっと移動してですね。
こんな感じですね。はい、まとまりました。